僕今コロナで劇場の再上映を4作品やられていますよね。あ、まあ ほぼ終わったんですけどね。はい、はい、で、もののけ姫とかナウシカってブルーレイとかは持ってるんですけれども、はいはいはい、やっぱ劇場で見るともう迫力が全然違って、もののけ姫なんかそのアシタカがその呪いをもらって村から体力を追い出されてっていうところでヤックルに乗ってテーマ曲が流れるじゃないですか、はい、あそこら辺でもう音響の迫力がすごすぎてもう鳥肌総立ち。音が大きかったんじゃないかな。はい、すごい迫力があって、そのやっぱり今のコロナっていう疫病の時代に見てすごく響く作品の長寿だったかなと私は思ったんですけども、もうなぜこの4作品だったのかというところで、本当に必要なものしか買わなくなる鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は先日行われたビジネスインサイダージャパンの取材の模様をお送りします。ポストコロナの時代の新たな指針、ニューノーマルとは何か、消費社会や資本主義社会、グローバリゼーションが揺らぐ今、現代日本人の生き方はどう変わっていくのかを鈴木さんに聞きました。ビジネスインサイダージャパンは現在世界15カ国で展開しているミレニアル世代のためのオンライン経済メディアです。インタビュアーはビジネスインサイダージャパンの野田翔さん、吉川圭さん、濱田恵子さんです。まずはこんなお話から。東宝さんがね、はい、新作を、まあ、公開することが皆さんね難しくなってきて、はい、うん、それでジブリへの協力要請が来たんですよね。でも一方で東宝さんはね、実を言うと他にも作品はやってたんですよね、うん、例えば天気の子とか、うん、シンゴジラとか、はい、だからまあね、その流れの中でジブリのね旧作を出してもらえないか、これでまあそのどうしてかって言ったら、その声はその映画館の方からジブリの旧作をやった、はい、でまあ僕としてはね、その映画館と聞くと何て言うんですか、映画館にはお世話になってきたんで、そうするとこれは協力せないかと思って、これですぐね2つ返事で分かったやろうよって言って、そしたらまあある日東宝さんと一緒に打ち合わせをすることになる。でその時に向こうがね、東宝さんがおっしゃったのが、やっぱりナウシカであり、もののけ、それで千と千尋と、実はハウルだったんですよね。そうなんですよ。それで僕はね、で、まあその4本をやって、ほんで実を言うと宣伝もやろうという時に、僕の意見は、1本だけちょっと違うやつやりませんかと。これでゲド選挙を出したんですよね。そうなんです。で、なんでかっていうとね、はい、まあ、ネットで、はい、そのゲド戦記が評判になってたんですよ、うんうんはい、でジブリの作品ってね、まあ、ある時期耳を澄ませばっていうのがずっとね、はい、ネットでいろんなやり取りがされてて、はい、そしたらそれが一段落したと思ったら今度ゲドだったんですよ、うん、でそこに書いてあったのは何かっていうとね、うん、あの年老いたゲド、ハイタカが、うん、要するに若きアレに、はい、いろんなこと言うじゃないですか、うん、そのね言葉がねすごい評判になってて、これでまあいろいろ考えてっていろんな人とも話して、あなるほどなと思ったのは、要するに子供の時にゲドを見た人たちが大人になったんですね、うん、あそれがまさに僕なんかは小学生かなの時に見て、そう小学校で見て二十歳代になってそれを忘れてないっていう方が結構多かったんですよ、はいはい、だから僕はね、まあもしかしたらそういうのをやるっていうのはその人たちには喜んでもらえるんじゃないかって、そういう提案をしたんですよね、はい、でそれと同時にね、まあこれは僕の勝手なあれだったんだけれど、まあ旧作をやるっていう時にね、なんか東宝さんは本当はちゃんと宣伝もしますからっておっしゃったんだけれど、申し訳ないけれどね、こういう旧作をやるっていう時はそうじゃなくて、はい、宣伝費はゼロでやりませんかって、宣伝の方がいいじゃん。そうなんですよ。でこれはね提案というのかもうお願いしたんですよね、はい、でそれで何がどうなるかっていうのを見てみたい、それでね、まあ、実は発表することになるじゃないですか、うんはい、で僕本当はね何ていうのかな、
いわゆる宣伝、一切やらないで、何が起こるんだろうってね、ちょっと興味があったんですよ。宣伝コピーとかそういうのも一切なし、でそう言ってたら皆さんがね、本当はやりたいわけですよ、宣伝をね。まあ、来てほしいからね。で、まあ、僕ね、それ別にね、宣伝のために行ったわけじゃなくてね、つい行っちゃったんですよね。まあね、一生に一度はね、映画館でジブリをって、あ、それでできたんだ。そしたらね、東宝の市川みなみっていうのが、はい、まあ、責任者だったんですけれど、はい、彼がね、僕にね、それ使わせてくださいって言われたんですよ。カンパス、カンパス。で、僕本当はね、抵抗があったんですよ。へー。だからそういうことも何もね、問いかけなしに、ね、映画っていうのは皆さんどういうふうにご覧になるんだろうっていうことに興味があって、ところが使わせてくださいってことになって、これでまあ実際発表したじゃないですか、そしたらね、何しろメディアの方にね、一切連絡しなかった。僕はツイッターで見ました。これ、そうです。で、何が起きたかって言ったら、最初の3日間、実はネットでは全部ゲド戦記でした、ね。やっぱ当たったんですよ。で、それはちょっと知りたかったことが実現して、だから千と千尋が出てくるのが4日目でしたよね。で、まあ結果はね、あれなんだけれど、ただ、まあ東宝さんがそうやって発表するときに、ね、一生に一度って書いたこの言葉がなんか一人歩きし始めたでしょ、だから僕としては失敗だな。普通的には失敗だったんですよ、あれは。じゃあなんかそのゲド戦記がすごい広がったっていうところ今すごい印象的だったんですけれども、なんかそのあれって、まあ世界が壊れてしまった、均衡が壊れてしまったっていう世界、それも頭にありました。やっぱり僕、まあ、自分で書いたんだけど、その時に書いたボディコピーみたいなのがね、まさに今起きてるんだな。そうですよね、だから内容的にマッチするのはこれだなと思ったんですよ、だからまあ実を言うとゲド戦記ってね、まあ、これは糸井さんに作ってもらったらキャッチコピーがあるんですよ、そしたら覚えてらっしゃらないですよね、見えぬものこそっていう。ああ、はい、そこらコロナだなと思ったんですけれど、確かに見えない。なんかその、見えぬものこそ、ね、自分の気分っていうものの中で、過去のご著書で、ゼントジブリって書かれていたじゃないですか、その中で、現代がどんどんその複雑怪奇な生き方になって、禅的な気分に近づいていっているんじゃないかということを書かれていたかと思うんですけれども、お金とか物っていうのに執着してきた世代っていうのは、これまでその今の若者ってどこに行くんだっていうことを、むしろその本当の幸せっていうのを考える世代になっているんじゃないかみたいなおっしゃっていて、やっぱりなんでお金になっちゃったじゃないですか、それってね、まあ僕なんかもそういう時代を生きてきましたから、やらざるを得ない部分があったんだけれど、なんかそれだけでね、なんか物差しにされると辛いと思ってたけれど、ただ世の中見ててね、僕あのポケモン GO っていうのが流行った時に、あ、価値が変わるなと思ったんですよ。でどういうことかって言ったら、あれは時間を買うわけですよね、そうお金じゃなくて時間、動いて時間を使って集める、だからやっぱり時間っていうものが来て、でその次どこ行くんだろうってちょっと思ってたんで、でまあそういう中でね、その禅の方は僕はまあ偉そうなことは言えないんだけれど、それは僕はね、大学の頃から思ってたんですよ、ね。でまあ、これ本当偶然なんですけれどね、まあ、あの金田の本の中にもちょっと出てくると思うんですけれど、まあ、レヴィ・ストロスっていうね、学者がいて、これで僕はね、大学2年の時に原点講読で、ね、レヴィ・ストロスを読まされるわけですよ、で当時僕は何も知らない、ただ僕らが大学入った1967年っていうのはね、まだそのサルトルとか、自動主義の時代なんですよ、これで僕は大学の講義でそれ必修科目だったからやらなきゃいけない、これでまあ当時中国公論でね、世界の名著っていうのがあって、でそこへ行くとね、その原点講読なんだけど、その訳が書いた本があったんでそれでまあ読んだりしたんですけど、なんて言うんだろう、要するに西欧的なね、進歩主義、それに対してレヴィ・ストロースっていうのはノーって言った人だから、そうですね、それはやっぱりね、興味抱かざるを得なかったですよね、
そうすると、まあ、僕そんな偉そうなことは言えないけれど、いわゆる近代合理主義、はい、でその近代合理主義が作り上げた今の大衆消費社会、はい、いずれ終わりが来る、うん、ものすごい単純なんですよ。人間中心的な考え方ってことですか、そうすると。というのか、その、まあ、どっかでね、人間というのは進化する、進歩すると、うん、その考え方に対するアンチテーゼですよ、ね、あ、だからレヴィ・ストロスという人はみんながそう言ってる時に、で実存主義がすごい時に何しろ南アフリカ、アメリカ行って、うん、で生前、生住民の、ね、うん、それを見るわけでしょ、うんうん、そうすると今までの近代合理主義では説明しきれないことがそこにあったわけでしょ、うんうんうん、そうすると物を作るときにいわゆる、ね、ブリコラージュっていうので、はい、ね、純粋に何か作るんじゃなくて、はい、そこら辺にあるものみんな集めて寄せ集めてって、はい、あの考え方はね、もう大学時代ぐらいからね、もうピンときてたんですよね。うん、でそんな僕が実際に社会へ出て、はい、これで出会ったら宮崎駿でしょ、はい、一気に話は飛ぶんですけれど、はい、まあ宮崎駿っていう人はまさにこのブリコラージュの権化みたいな人要するに現代日本にいるじゃないかっていう、で彼の映画の作り方って本当にそうなんですよ、はい、そう、半径3メートル以内でね、物を作るっていうのはそういう意味ですよね、はい、うん、だからまあレヴィ・ストロスっていう人はそこで強く訴えたわけですよね。要するに西欧がね優れてて、ここでね南アフリカの先住民は遅れてる、はい、それはね間違いだ、うん、これでそこでね今のサルトルとやり合うわけですよ、はい、これで結局さ、ね、あなたサルトル実存主義でいろんなこと言ってるけど、あなたの根底にはやっぱりね、その人類の進化っていう問題があると、でも進化はしないっていうことをね、彼は言い切ったわけですよね。だからまあそういうものの影響を受けましたよね、当然。吉田さんの考えでいうと今回のコロナってどういうふうに見てらっしゃいますか、うん、やっぱりそのだってこれだけ進化してきたのに結局スペインからと同じことでみんな暴走をしたわけですよね、うん、でやっぱり半径3メートル以内で生活せざるを得なくなったわけですよね。そうです。でもあこれだけ移動自由になったのに一切移動もできなくて、本当にこう自分の本当家の中だけの生活を強いられて、しかもできることってそれしかなかったんですよ。それだけがまさにその世界に戻った時、鈴木さん何を思ってました？いやだから僕ね、実は言うとこのコロナっていうものが起きた時、うん、まあ、真っ先に思ったのはグローバリゼーションってやっぱりうまくいかないんだなっていうね。20世紀はやっぱうまくいかなかったってことだよね。それでね、まあ、でもそれの恩恵に良くした人もいっぱいいるわけで、うん、でそんなさなかね、うん、僕の友人でフランスのマルセイユに住んでる人から、うん、はい、で LINE が来て何かなと思ったら日本はどうって、そしたら彼女女性なんですけれど、でこの人は日本で育った人なんですけど、今、うん、まあ、マルセイユにいるんですけれど、要するにフランスって徹底してたでしょ、ロックダウンが、はい、そうですね、はい、そう何が起きたかっていうと、本当に外に出られない、うん、そう物を買いに行くだけでしょ、うん、そう結局ね、本当に必要なものしか買いに行くことができなくて、うん、で不必要なものは買わなくて済む、うん、そしたら彼女がねこう言ってきたんですよ、うん、これって何なんだろうって、うん、でどういうことかって言ったら、うん、買わなくていいもの買ってた気がする、うん、そうするとね買わなくていいっていう開放感、うん、でその結果私は今彼女子供が確か3人かな、いるの2人かな忘れちゃったけれど、で旦那とね顔つき合わせて家族で話し合う機会が増えた、うん、そこの時間がねすぐに投資、うん、そのようなことをね僕に連絡してたんですよ、うん、だから僕はそういうのを見ててやっぱりまあ今のこのコロナっていうのはね、そのコロナ本人はそんなこと考えてないでしょうけれどね、人間の傲慢さになんか冷や水をぶっかけた、うん、だからいい機会じゃないかなって僕は思ったんですけどね、うん、でもいろんなことがね、だいぶ先に起こりそうなことが、ま、みんな前倒しになりますよね、多分。だからいわゆる大衆消費社会の終焉も本当に早くなっちゃうし、はい、でそういう中でみんながどうやって生きていかなきゃいけないか、やっぱり、なるようになるんでしょうけれど、それは見てみたいですね。確かにこの時代がどうなっていくかってことには興味あるけれど、はい、じゃあどうなるかっていうのは分かんないですよね。うん、ただね、なんかさっき言ったみたいなそういうのに冷や水ぶっかけたんじゃないかなみたいなことはやっぱり感じましたよね、うんうん、まあ、確かに人がその自由に動く時代っていうのの、まあ、終わりの始まりみたいな感じは確かにあるのかなという感じがしますね。でもだから本当に必要なところに行くようなんじゃないですか、うん、でまあ、皆さん観光観光って言ってるけどね、うんうん、何も観光ばっかりする必要ないわけで、うんうん、
だから僕はまあね、読んでいただいたんなら言うければ、はい、あの金田の本読むと分かるでしょ、はい、そうですね、あれ観光じゃないんですよ、はい、要するに日本で知り合ったタイの女性、はい、でその人がタイの田舎に暮らしてる、はい、要するにそこへ彼女を訪ねに行くんですよね、うんうん、そうですよね、そこれ観光じゃないでしょ、はい、目的を持って会いたい人に、そうです、うん、会いに行くんですよ、これでね、まあ、何回もやってたらね面白いことが起きたんですよ、要するに彼女の実家っていうのがあって、そこにね、お母さんもいれば兄弟もいる、うん、そしておじいちゃんおばあちゃんも住んでたりして、うん、すごい大家族、はい、そうするとね、実家に戻ったみたいな気分なんですよ、ね、安心感ですね、これはすごく良かったんですよね、だから僕は今辛いっていうと、うん、そのタイへ行けないこと、うんうん、これで、まあ、タイのパットンチャイって実はね、はい、あのバンコクから車で6時間ぐらいかかるんだ、いや本当にいいとこなんだよね、なんかあの昔の日本を彷彿とさせるっていうことをおっしゃっていたかと思うんですけど、だから僕はね一つ、まあ、皆さんと多分違うのは長く生きてるでしょ、はい、そのおかげさまで72歳なんですよ、そうすると昔を知ってるわけじゃないですか、はい、ほんで僕ね、まあ、ずっとそういうことがどっかにあったんだけれど、はい、僕が生まれたのは昭和23年、はい、3年ですね、そうそう、はい、当たり前だけど1948年なんですけれどもね、はい、戦争が終わってまだ3年でしょ、うん、そうするとね、子供ながらに覚えてますよ、貧乏だった、うんうん、はい、本当に貧乏でしたよ、うん、要するに着るものもね着たきりすずめだし、うん、ね、これでまあついでだから言っちゃうとね、その後じゃあね、まあ、オリンピックで、ね、すごくなったのか反映したのかって言ったらそうでもなくて、うん、僕は大学入る67年、はい、まだ貧しかったんですよ、だからまあ僕もこれも一つよく覚えてるんですけれどね、67年で大学入る、でまあ僕は慶応の文学部っていうとこ行ったんですけど、まあ多分50何人ですかね、そう大体男女半分ずつなんですよ、そうするとねまだ恋愛の大衆化が起きてないんですよ、というとどういうことですか、男女付き合わないですよ、付き合わないですか、せいぜい2組か3組、それはあの 学部でってことですか、そのクラスの クラスで、ね、男女でね、男女で歩いてるのは絶対いなかった、男は男でか、ま、お見合いが主流なんだ、というのかまだそういう雰囲気じゃないですよね、でそれをなんていうのかな、根こそぎひっくり返すのが卒業っていう映画ですよね、あの映画はね衝撃だったんですよ、はい、そうするとみんなね恋愛って良さそうだなって話してて、うちに卒業のパンフレットあるうちのお袋が持ってたやつ、それに目覚める、だからといって自分たちがね男女交際をやってたかってそういうわけじゃないんですよ、だからそういう最中で学生運動みたいなこと起こるでしょ、そうするとね世の中がガラッと変え始めるのが僕はなんとなく前で考えてたんだけれど70年前後っていうんですかね、はい、70年の安保が終わった後前後なんですよ、ね、でね70年の安保ってね、うん、まあ僕はまあその戦いにいたからよく覚えてんだけれど、はい、大体最高潮に盛り上がるのは68年、うん、で69年になるともうね、うん、これでもう70年安保そのものはねスッといっちゃうんですよね、うん、でそんな時にねなんか男女交際がみんな始まる、うん、やっとですよ、そうね、わずか2年間ぐらいの間、これ学生運動が多かったような気がするんだけれど、うん、はい、そこで男女が知り合うでしょ、これでねカップルがいっぱいできたりして、それから今の何て言うんだろう、売れるものも世の中見てたら、はい、ね、夫婦にで子供が当然生まれる、うん、そう段階の世代とジュニア、うん、そうその両方に受けるものが世の中で流行ったんですよね、うん、はい、そうまあ例えば一番典型例が少年ジャンプ、あれってお父さん上がってきてね、お父さんも読むけど子供も読む、うん、これで例えば本田でしたっけ、ファミリーか、はい、あれも家族 で、うん、でそういうことで言うとね、ジブリもそうかなっていう、ジブリもだって段階とジュニアと、はい、家族で、ああそっか、そうだったんですよ、うん、その両方にね、あのあれしないともうダメみたいなことがあって、これ世の中がねどん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 繁栄を迎えるんだけれど、でバブルまで行ってドンとなんですけれど、なんていうんですか、僕ねそのあれを目の当たりにしてきたわけですよ、どっかにねいつも疑問があったんですよね、要するに自分が生まれたあの子供だった時代、あそこだけが本物で、はい、その子は全部嘘っていう感覚あるんですよ、
むしろ子供の時代あんまりこう貧しい頃がすごいリアルに。そうですね、うん、覚えてるんですよ。これでいつかどっかでねあそこへ戻るんじゃないかって。でもまだ戻ってないですよね。ただどっかにそれがあるもんだから、まあ、今回みたいなことが起きてもあんまり驚かないんですよね。その感覚っていうんですかね、嘘感っていうのはどこからですか。まあ、じゃあね、一見ね、あの華やかに派手にやってるけど、うん、どっかで終わるよねって、うん、あっという間に終わるよねって。作られたものっていう感覚なんですかね。そうですよね。だから僕らの時代で言うと、まあ、この本の中には僕言ったんだけどね、忘れられないやっぱり学生時代に読んだ3冊の本があって、うんうん、でそれは何かって言ったら孤独な群衆、リースマン、そうリースマン、はい、それから自由からの闘争、はい、エフロム、それともう一つがあのバースティンという人の書いた幻影の時代、そうこの3つにね、はい、その後日本に起きたことっていうのは全部書いてあるんですよ。もうそうアメリカ先に起きてたけれど、やがてこれは日本に来る、うん、そういうふうに思ってましたよね。だから、まあ、自由からの闘争だっていうのはその中でも特にねすごい僕よく覚えてるんですけれど、まあ大衆消費社会が終わって、うん、その後ねそうじゃない時代が来るっていうその予感を書いてるわけで、うんうん、はい、そうするとまさにそれをね体験してきちゃってるわけでしょ、うんうん、はい、だからそれがこのコロナによってね一気に加速して、うん、でそこをまた見ることが僕らできるのかって、うん、そんなふうに思ってますよね、うん、例えばマスクをね、うん、なんかある番組見ててええと思ったんだけど、結局ね、えみんなマスクが必要だってなったら自分の国で作ってないことを知った国がいっぱいあって、うんうん、そうですね、結局中国のマスクを取り合いしたでしょ、うんうん、はい、そうですね、うん、でじゃあコロナの後、うん、何が始まったんですか、うん、自分の国でもマスクを作る、うん、そうそうそう、はい、これってねえ面白いっていう言葉は当たってるかどうか、うん、あの大事なことですよね、うん、ある一定の量は自国でね用意しとこうっていうのが、うん、マスクだけじゃないでしょ、食べ物もセキュリティですよね。そうすると多分いろんな国がね、はい、そういうことをやり始めるでしょ、うんうん、だからマスクに限らずね、要するに身の回りで人が生きていくときに何が必要なのか、うん、最低限のもの、うん、それはそれぞれの国が自分のところで作って、うん、その上で他の国と付き合う、うん、多分そのようなことが起きるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね、うん、で僕はそれになったら少しね風通しが良くなるなって気がしてるんですよね、逆に、うん、逆にです、だって日本のやっぱりね、どういう言い方するか忘れちゃったけれど、やっぱり自分たちの国で食べるものぐらいね、自分たちの国で作ったらいいですよ、うん、あの僕はそう思いますけどね、うん、マスクに限らず食べ物も全て、だから僕ね、まあ、これもねある時にね本当に真剣にちょっと作りたかったんですけれど、うん、塩菜っていうのをね三島の、はい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 、やりたかったんですよ、うん、あそこに男女が出てくるんですけれどね、はい、島でしょ、はい、そう当時はその島の中だけで生きていかなきゃいけない、うんうん、必要なもの全部あったんです、うんうん、分かります、うん、はい、そうするとその島の中で全てね生産し用意したはずなんですよ、うんうん、あ、神島だ、そう、うんうんうん、そうすると、うん、そばです、自分のねそのなんだ見知ってるところにそういうお店その他が全部揃ってて、うん、その島の中だけで生きていける、うん、はい、っていうのは本来当たり前だったわけでしょ。人口減少となんとかっていう本を書いた方がいて、はい、その中で長野の飯田市の話を書いてるんですよね、うん、はい、そうするとあの飯田市が今やってることってすごい面白そうなんですよ、うん、でなんでかって言ったら、うん、ね、自分の町で生産したものを外へ出さない、うん、その中で回すんですよ、うん、で僕はねそれはなんか未来の一つのあり得る姿かなってちょっと思ってるんですけどね、うんうん、でそれを指導した人たちって実は一旦東京行って、でそれこそ官僚その他になって、これで辞めて戻ってきた人たちが中心になってるんですよね、その本によれば、うんうん、でそれは保護主義でも何でもないって気がするんですよ。みんながそれをやれば、うん、別に自立するわけじゃないですか、うんうん、そう本来自立した人と自立した人が付き合うべきだし、うんうん、国だってその単位があるしって、うん、そういうことを言いたいんですけどね、うんうん、あれはあそこが作るからいいやって違うと思うんですよね、うん、たとえ高かろうが安かろうがね、やっぱりある一定の量はその範囲の中でって、でそれを広げていったのは一つの国だと思うし、ってそういうことですよね。ポストコロナの時代の新たな指針、ニューノーマルとは何か、
消費社会や資本主義社会、グローバリゼーションが揺らぐ今、現代日本人の生き方はどう変わっていくのか、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれは、ラジコのタイムフリー機能で1週間遡ってお聞きいただけます。また、番組ブログよりアーカイブされた音声が、ポッドキャストでもお聞きいただけますので、アクセスしてみてください。来週もお楽しみに。